それでは今日の計算経由数学1の授業を始めたいと思います。で前回は主に可換換の基本的な定義などの復習をした後で有機と互助法に入りました。で、前回はその有機と互助法とそれから拡張有機と互助法の、その定理とですねアルゴリズムを説明しました。で今回はその前回の内容を受けまして拡張ユークリッドの互助法の性質について若干触れます。でそれから今回から何回かにわたってその拡張ユークリッド互助法の応用の計算についても紹介しますけれども今日は方逆元モデュラーインバースの計算を紹介したいと思います。ということでまず拡張ユークリッド互助法の性質についてなんですがテキストがある人はセクション 4.3、53ページからをご覧ください。で今日はそのテキストの中でいくつか定理などがありますけれどもその中でその定理 4.25 というのを紹介したいと思います。多分次のページですかね、テキストだと。定理 4.25 をご覧ください。ここでは F と G を R の元としまして乗用付きの序算によってそのこのラムダ1から R1 ですねラムダ0以上のラムダに対して R1 から R のラムダプラス1とそれから Q1 から Q のラムダっていうのをユークリッド互助法もしくは拡張ユークリッド互助法のように定めております。それから、あと S の0から S のラムダ1っていうのと、あと T の0から T のラムダプラス1ですね。を、これも拡張ユークリッドの互助法のように定義します。一応、その RI、QI はどのように定めたかというと、こちらに一応、復習のために出して、確認のために出しておきましたけれども、その、F を R1 と置いて、で、G を、ごめんなさい、F を R0 と置いて、G を R1 と置いて、それから、R の i マイナス1を R の i で割った乗与を、R の i プラス1にするということで、ここ乗与をずっと計算するわけですね。で、最後に、その R、この R のラムダマイナス1が R のラムダで割り切れたところで、計算をやめるという形で定義しておりました。それから、SI と TI については、これは拡張ユークリッド互助法の方ですけれども、S01、T00 と、それから S10、T11 としまして、で、S の i プラス1、T の i プラス1っていうのも、その R の i プラス1と同じような形で計算をするということにしております。で、ここで、この定理では、その最後ですね、その、アルゴリズム、EA の出力として、乗与列の計算が、その、ここの段階で止まったときに、この R と S と T の、出力を、D と S と T というふうにしております。で、なんでここで D になったかちょっとわからないんですが、とりあえずテキストではそうなっているのに加えて、テキストではところどころここの出力の D となっているべきところが R と書かれている部分があるので読むときに注意してください。一応酒井先生に確認しましたら R と書いているところは誤植だですということをおっしゃってました。であと定理においては TI と QI というその24次列の行列を次のように定めております。TI は第1行が SI と SI プラス1、それから第2行が TI と TI プラス1ですね。SI と TI は先ほど、その拡張ユークリッドの情報で定めた係数です。それから QI はこのような形で、2行、22成分がマイナス QI になっていますけども、これは i 番目の序断をした時の小ですね、を入れるという形で行列を定義しております。で、この定理の主張は、この時次が成り立つと。ということで、ずらずらっと並んでいるんですけれども、まず一応、順番に見ていきますと、まず A ですね。A は、
とこれ F と G、 この F と G っていうのはちょっと見づらいんですが、F と G を並べた行ベクトルです。でそれからその次の T の SI、TI っていうのは SI と TI を縦に並べた列ベクトルですね。でこれをかけると RI になると。でそれからもう一つは、F と G を並べた行ベクトルにこの行列 TI を右からかけると、まあ、RI と RI プラス1というベクトルが得られるというのがまず主張の A です。で次に、主張の B は、この行列 TI っていうのが実はT0×Q1×Q2×…Q1×Qi というこの上の行列のですね、積で、に等しくなりますと。で、実際には、この T0 っていうのは、こう、ここの Ti の i に0を代入して、見てもらえると分かるように、T0 っていうのは単位行列ですから、実質上は、Ti っていうのは Q1 から Qi の積に等しくなるというのが、この B の主張です。それからと、次に C の主張は任意の i に対してその、Ri と Ri プラス1の GCD が D に等しい。D っていうのは先ほどの、拡張ゆっくりと誤助法の出力で得られる D に等しいと。それは F と G の GCD に等しいというのが C の内容です。で、D の内容はこの Ti ですね、ここにある Ti の行列式というのが、実は SiTi プラス1マイナス STi、S の i プラス 1Ti、あ、これはもうそうなんです。これは定義通りそうなんですが、主張はこの Ti の行列式が実はマイナス1の i 乗になっているということで、ここから分かることとして、Si と Ti は互いに素ですというのが D の主張、内容です。でそれからあと最後に E の内容はこれはF と G ですね、与えられた最初の二数 F と G が実は SI、SI プラス1 TI、TI プラス1それから RI、RI プラス1のまあしかるべきこういった形の積の和で表されるというのがこの E の内容です。一応今日の授業の前半ではこの5つの性質のについて、まあ、ざっと、説明、まあ、紹介できる部分は紹介したいと思います。でまず A の部分が、これは、A の主張はですね、これは前回のにやりましたもともとの拡張ゆっくりと誤助法の定理1の内容とそのままかぶっていますので今回は省略します。で次に B のですね、この Ti、行列 Ti が行列 Q1 から Qi の積に等しいという主張ですけれども、これは機能法で示します。で、i が0の時は、まあ、この等式から明らかなわけですね。で、もしこれが0から i まで成り立つと仮定しますと、このスライドの一番下の行にありますように Ti が Q1 から Qi までの積に等しいという仮定をしておきましょう。でその時に、Ti とですね Q の i プラス1の積を計算してみます。そうすると、まあ、実際にこのスライドにありますようにこの Ti と TQi のプラス1を計算してみますとこの拡張ゆっくりと誤助法でこの Ti とか Qi を計算した前化式が出てきまして、それに従うと実は Ti プラス1に等しくなるということが示されますので、まあ、基本的にはこれでその、まあ、キノコのステップが完成したということになります。で、次に C の、主張ですね、2位の i に対して Ri と Ri プラス1の、GCD がまあ、拡張ゆっくりと誤助法の出力の D に等しくなるというのは、これも前回のですね、授業で出しました、EA の方の定理の主張の通りとかぶっていますので、ここでは省略します。
で、次に D のこの SI と TI が互いに素であるという主張なんですけれども、これはですね、まずこの2行目にありますように、T0 の絶対値は1なんですね。なぜかというと、この T0 の行列を実際に作ってもらえば分かると思うんですけれども、SI0 が0、T0 が0で、S の1が0、T1 が1なんですね。だから単位行列になっているので、T0 の行列式は1であると。それから一方で、QI の行列式、これは i の値に関わらず、マイナス1っていうのは、この定義から見てすぐ分かると思います。で、さらに、先ほど証明したB の主張からですね、TI というのは実は Q1 から QI までの積で表されていることが分かりますので、それを使うと、TI の行列式っていうのは、Q1 の行列式から QI の行列式の積になるわけですね。で、QI の行列式は全部マイナス1ですから、そうすると、これはマイナス1の i 乗に等しくなるということが示されます。で、最後に、主張 E なんですけれども、これは、F と G がですね、その RI、Ri プラス1、それから Si、Si プラス1、Ti、Ti プラス1といったような、元数を使って表せるという定理なんですが、ちょっとお待ちください。これはですね、先ほどの主張の A を使いますと、この FG、F と G ですね、F と G を並べた行ベクトルに、TI という行列を右からかけたものが、まあ、RI と RI プラス1というベクトルに等しくなるということを言っております。で、これはですね、実は F と G に関する連立一次方程式とみなすことができますので、でこれを F と G について、まあ、解けばよいと。で、解き方としては、皆さん、線形代数で例えばクラメルの公式なんていうのをやったと思いますけれども、まあ、そういった形の例えばクラメルの公式を使えばこの F と G というのはこの TI とか TI の成分とかそれから RI の成分を使ったしかるべき行列式で表すの行列式の有理式で表されますから、まあ、そういったことで解くことができると思いますので、まあ、これは皆さんちょっと各自やってみてください。ここまでいいでしょうか。